ですね、ピックスクラッチってわかります？キューンってやつね、あれがね結構ね難しいんじゃないかなという感じでねあるので、ちょっとその話を置いとこうかなと思います。ピックスクラッチちょっとやってみますね。例えばこんな感じで終わりたいなと。今どうやったかっていうのをちょっと軽く説明しておきますね。ピック、僕はこのおにぎり型を使っています。なんでかっていうと角が3個あるから普通のティアドロップより3倍使えるっつ、まあ私違う理由もあるんですけどね、ピックの角度とかね、いろいろピックコントロールしやすいというのも実はあるんです。僕もね昔ずっとティアドロップ涙型で弾いてたんですけども、それはねやっぱりね限界があるんですよね、ピックを遊ばせるために。その話はまたちょっと後日やりたいんですけど、この三角形どうするかというと、普段はまあこういう風に持ってこうやって弾いてるんですけど、ピックスクラッチの時弦がこうやってあるとすると、まあこうやって弾いてますよね。これにこう、この面のところをちょっと持ち方変えて寝かせて、こうやってギューとやる、ギュー普通にこうやって弾いてるんだけども、ちょっと手首を返してこうしてみる。結構当てつけて力を入れるんではなくて、弦がこうあるとすると寝かして滑らせてあげる、こんな感じを寝かして斜めにして滑らせて、こんな感じかな。いろいろ自由です。でね、1本だけでやる場合、6弦だけ。こんな感じ。で、速度速い。ここも関わってきます。あと、ちょっと、手を揺らしながら行く。今、まっすぐ行ってるだけでしょ。今、6弦だけね。で、今度、6弦、5弦。素直に6弦、5弦。ゆっくり6弦、5弦。やり方は一緒です。押さえつけてるだけ。今度逆で、これもやっぱり意外とみんなやってないんじゃないかなというのがあるんですけども、 1,2,3 弦で意外とみんなピックスクラッチってしないですよ。なんでかっていうと、そんなしょぼいわけで、 1,2,3 弦でピックスクラッチで面白い、あ、ごめんなさい、言うの忘れた。ここちょっと軽くミュートしときます。こんな感じでないとビヨーンってあると音かっこよく切れれるので、軽くミュートしとくのもありでしょう。まあビャイーンってなりたいのからこんなんでも全然いいと思います。さあ、じゃあ次なんですけども、 1,2,3 弦で使えるピックスクラッチを今日ちょっとできれば置いとこうかな。やってみます。結構使えません。要は弦をこのピックのこの横でこう当てて縦に引っ張ってあげるんですよ。で、一箇所だけだとこういう音なので、ちょっとずつずらしてあげる。 1,2,3 弦ぐらいで回してあげる。こうやってみてください。こんなピックスクラッチ、ピックスクラッチいろいろありますわね。うん。こんな感じでぜひ使っていただけたらなと思います。使ってるよね、みんなね。うん。ありがとう。この動画を見てくれたあなたは私の生徒です。はい、ありがとうございました。じゃあ、タッピング。わかりますかね？ギターのテクニックですね。要は、こっちの左手だけじゃなくて、右手でこうやって、
弾くんじゃなくて、こっちの指を使ってちょっと弾いてみようと。例えば音足しちゃえるわけですね。よく聞きますよね。これのやり方ちょっと説明したいと思います。ね、マイナーのペンタトニックスケールが分かってると仮定してそのまま進んじゃいます。別に分かってなくてもいいんですけどもね。じゃあ、1弦の人差し指で1弦の5フレット押さえてください。次、薬指か小指、どっちでもいいです。手大きかったら薬指で1弦の8、小指でもいいです。これできます。ハンマリングとプリングで、さらに中指でも薬指でもピックを持って人差し指でもいいです。1弦の12フレットを叩いて押してほしいですよね。こういう音、ピーロービー。今5フレット押さえてるからこうなる。開放だったで、ここでポイントなんですけども、弦がこうやってあるとするでしょ。上に叩いて離すだけではないですよね。引っかいてさようなら、叩きつけてスコンと叩きつけて引っかいてさようなら、こう円を描くように、これの繰り返しだと思ってます。僕はで内側に引っかいてさようならするのが得意です。外側にこうやって、わかります？叩きつけて外側にさようならする。僕は内側、こういうことですね。ごめんなさい、こっち見ながらやるわ。これどちらでもいいです。どっちかっていうわけはないので、僕はもうこっちの癖が強いので、でじゃあ何をするかというと、叩きつけます。まずどっから始めてもいいですよ。まず指で弾いて5フレを弾き始めの話ですね。弾いて叩きつけるでもいいし、叩きつけから始めてもいい。叩きつけからの方が多分簡単だと思いますので、それでいきます。叩きつける、12フレット叩きつける、そのまま。まず何をするかと言いますと、8に音をバトンタッチしたんです。これだけやってみてください。12叩きつける8、12叩きつける、12叩きつける8、12叩きつける8で、8を今度プリングして5にバトンタッチ、これをくっつけちゃいます。これが限界かな、僕の。もっと早い人いっぱいいますよね。で、ちょっと12ばっかり飽きたと。で、13行ってみようぜと。13行ってみます。おお、14行ってみます。15行ってみます。楽しいでしょ。楽しかったらいいでしょ。それと OK。じゃあ、今度、隣の弦行ってみようぜと。1弦から2弦、12、8、5、2弦も12、8、5でいい。ここで大事なのがですね、ちょっと音をきれいに出したいなと。やっぱり両手離してるから、こっちだとやっぱここでお尻でミュートできたり、手のひらのお尻でミュートできたりもするんですけども、ここがね、今5、6弦とかね、まあ、ミュートできるんですけども、やっぱりこう手がフリーになってるとミュートがやっぱりちょっと大事になってくる。ここの被せてるところで1、2、3、4弦を頑張ってミュートすると、ここのお尻はやっぱりこの辺で、ちょっとミュートできればちょっと難しくはなるんですけども、まあこれでやってみてください。じゃあそのまま下がっていっちゃいます。全部12フレットでいいです。右手はね、
で、こっちがさっき言った Am ペンタトニックスケール。1弦から下ってきます。8、5、8、5。次、7、5、7、5。次、7、5。最後も8、5。という感じで。で、こっちは一緒。テレレ。次、2弦。で、次。12、7、5。次、12、7、5。で、次、12、7、5。次が12、8、5。ゆっくりいきます。早くいきます。登ります。登りがね、またこういきたいところなんですけども、僕はだから12、5、12、5、8、12、5、7、ちょっと特殊な感じにはしちゃいましたね。もちろん逆でもいいですよ。12、8、5、12、7、5、12、7、5、これでもいいんですけども、こうなりましたね。さっきと一緒でも帰りちょっと特殊にしてみますね。ちょっといやらしくなるかなってまあこれは余談という感じでいいとは思います。でですね、とにかくこのミュートをしっかりするっていうのと叩きつけですよね。これが弱いとしっかりした音で、であと引っかいてさようなら、引っかいて上に離すだけど、これわざとやってます。弱いの分かります。引っかいてさようなら、こんな感じですかね。で、ポイントとしては人差し指と親指を結構この一番ふもとのやつはちょっと固定しといて、しっかり固定しといてあげると、こっちのプリングハンマリングの音が楽に出るかなというのはありますね。さらに12フレット全部使えるんだったら、じゃあ開放も使っちゃうと言っちゃいます。12、1弦ね、12、8、5、0。これなんですね。これを全部下ってきます。さっきの0入れちゃう。次が2弦12850、次12750、12750、12750。これいってみます。ちょっと荒くはなってしまいましたけども、ね、もうこんな感じでできるとは思いますので、ね、ぜひやってみてください。そして、ね、余談、ちょっと12だけ飽きたので、せっかくなんで15、17行ってみましょうかね。17行こうかな。17、こっちの叩きつけが結構しんどくはなってくるので、それでこっちはやること一緒。そうするとね、ちょっとね、高い音で面白いアピールはできると思います。こんな感じで全部17、こっちはね、さっきやってるとことと一緒で、このまま下っていってみます。この感じですよね。この感じがなります。開放も入れてみますか。17、8、5、0。この感じですよね。で、あとはもうなんだろうな、このハイフレットでこうピロロロロっとやってしまうのもまあ手かなとは。例えばなんですが、さっきと何が違うかって言うと、さっきはこっちの指を2本だけ使ったんですね。今このハイフレット、まあこっちでもいいんですけども、12に戻します。中指で12、次が8、次7、次5、指増やしたんですよ。
こんな感じですね。ゼロも入れちゃいます。まあちょっとここ、まあやりやすいので、まあ2弦も8、7、5。まあここは後々説明しますので、まあ行くんだったらまあ8、6、5とかでもいいんですけど、まあわかりやすいので、次の弦も一緒。1ね。こんな感じですよね。で、やってみてくださいと。まあ、とにかくこのポイントは叩きつけと引っかきとミュートかな。僕結構荒かったですね、今ね。歪ませるとね、余計荒は分かったりはしますのでね。カクカクやってみてくださいという感じでね。これで、タッピング講座。まだまだね、タッピング講座いろいろあります。こう、ボスハンドタッピングとかね、いろいろありますのでね、やっててみたいと思います。始まりました。今日もね、落ち武者先生ね、ちょっと噛んだけどね、気にしないということでね、どんどん行きましょう。エザイということでね。今日ね、ちょっとね、タッピングというテクニック、ありますよね。こう、ピロリ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 ンバーヘレ。これね、ちょっとね、面白いんじゃないかな、使えるんじゃないかなというテクニックをね、ちょっと置いときたいと思います。前はね、俺が開発したタッピングのテクニックだぜみたいなね、なんか置いといたと思うんですけど、ちょっとまた違って、これも結構多用されてるとは思うんですけど、意外とみんな使わないんじゃないのみたいな、最近ね。うん、昔はやっぱりものすごいいっぱい使ってたんじゃないかなと思うんですよ。何かというと、まあ、A マイナーで行ってみましょう。こういうブロックありますよね。ここ、5フレット全部使えるんですよ。で、5フレットのオクターブ上、プラス12なので、17フレット。ここを、まあみんなやるとしたら12フレットよく、こう、バンヘレン的な、やると思うんですけども、まあもちろん使えるんですけども、意外と普通じゃん。ほんなら、オクターブ目の17フレット、落ちにくい、タッピングしにくいんですけど、意外と面白い音出ると。じゃないかなと。ちょっとじゃあこれでアドリブソロ弾いてみますね。A マイナーで出しますね。A マイナー。A マイナー、急いで出しますね。全然用意してないのかちょっとね、用意してません。はい、すいません。そんな感じでね、やっていければなとは思うんでね。じゃあ、これだ。これでいいよ。うん。これで、例えばまあこうやって。
ぜひ皆さんも使ってみてくださいというタッピングのお伝えでした。ちょっとねまたいろいろねテクニック的なのをね置いていこうかなと思います。このピコピコンピコンアームのテクニックって意外とみんなどうでしょう、使っているのかなって、ついてない人もいるよね、もちろんね。チューニング狂うからあんな邪道だぜ。正解です、チューニングがえらい狂います。太い弦を張ると特に狂います。それは置いといて、せっかくアームついてんだからいっぱいアーム使おうよっていう話で、でアームって、まあ、どういう風に使えばいいかね、これ僕わざとこれピヨーンって固定してないパターン、固定できるパターンもあります。僕はわざと固定しないパターンをわざと使ってるんですけども、それでね、どうするかって普通にできるよね。僕のアーム式のギターちょっと特殊で、ここがロックしてあるんですね、チューニングが。だから今いじってもペグを全然音変わんないですよね。で、その分何ができるかというと、こんぐらい、わかります？アームで落とせる。でも、まあ、元の音に戻るよというアーム付きのユニットなんですけども、それでちょっとこのテクニック面白いなというのをちょっと置いときたいなと思うんですね。何かと言いますと、ピッキングハーモニクスプラスアーミングっていうのをよくハーモニクスでちょっとやってみますけど、バンヘレンっぽいよね、この辺でやるとね、この辺でやるとアレキシライホっぽいよね、パンテラっぽいよね。まあ好きなアーティストばっかなんですけども、どういうことかというと、ハーモニクスでナチュラルハーモニクス、自然に出せるハーモニクスプラスアーミングすると結構エレキならではですよね。まあ、これもありなんですけど、ピッキングハーモニクスでアーミングしたらもっと面白いんじゃないのと思うんですよね。どう？今何してるかっていうと、アームをここでウギウギしてるだけ。で、3弦の解放のピッキングハーモニクスを位置変えて出すんですよ。同じ場所だとこのピッキングハーモニクスしてる。これでもいいんですけど、わかります？アーミングは変えてないんだけど、こっちの位置を変えるだけで、面白いことができる。以上です。ぜひ使ってみてください。アームついてる方はね、フェンダーのアームだとちょっときついかなという、要はロック式じゃないアームだとちょっときついかなと思うんですけどもね、大丈夫。
ムスじゃあ今日講座から、7弦ギターのアコギをちょっと借りてます。どういうことかと言いますと、ここまでが普通でもう一本こんな感じです。講座からお届けしました。アーミングいろいろナチュラルハーモニクス、これをだいぶドロップしてみます。ピッキングハーモニクスのアーミング、早くなります。